どうも皆さん、こんにちは、アケです。今回お呼びするゲストはちょっと今までとは違ったかなり特殊な人で、なんか一言で言うと時間商人っていうことをやってて、10円で人々の願いを叶えるというか頼み事を聞くっていう方なんですけども、ちょっともう言いづらいんで、説明しづらいんで、もう早速お呼びしましょう。今日のゲストの国雄さんです。お願いします。はい、お願いします。お願いします。どうぞお座りください。はい、お願いします。お願いします。国雄さんです。ちょっと自己紹介よろしいですか。はい、先ほど紹介に預かりました日給10円時間商人国雄と申しますお願いします。お願いします。そうですね。どんな活動をされてるのか。一応旅人なんですよね。そうですね。はい。まあ沖縄から、今日本一周をしながら、この日給10円の活動を、でどんな活動かっていうと、まあ10円で自分の時間を売っている人です。僕の時間を10円で買ってくださいと。これですね。そうですね。まさにこれですね。そうです、そうです。僕の時間を10円で買ってくださいと。ていうか待ってください、今マジ気づいたんですけど、はい、これ貯金箱になってるんですね。あ、そう、これ貯金箱なんですよ。そうそうそう。すーげー。いや、これただのそのなんかいわゆるボードみたいな感じと思ってたんですけど、はい、すごっ。そうなんです。これここに、あ、これに入れて。そう、すーげー。そうなんですよ。そうそうそう。だからもう10円でね、まあ、自分の時間を売っている人、はい、例えば話し相手にもなるし、うんうんうん、引っ越しの手伝いもするし、うん、まあ何かしらこの人とつながる時のきっかけとしてこの活動があればいいなという思いで、日本全国回っております。すげえ。ずっとね、沖縄でやってて、ここ1週間ぐらい前ですか、はい、に、うん、そうですね、こっちに来たっていう感じで、はい、これから日本全国を回るということなんですけど、はい、こうなんかなぜそれを始めようかと思ったのかっていうのを一番聞きたくてあとなんか正直言うと、このお金をいただいて自分の時間を売るというか、うん、なんか頼み事を聞くっていう旅人って結構いらっしゃるじゃないですか。100円とか1000円とか、うん、まあ中に1万円ぐらいもいるのかもしれないですけど、はいはい、なんで10円なのかなと思ってなんで、そうですよね、なんでまず始めようと思ったか、そこ多分みんな一番気になるところだと思うんでわかりました。そうですね、はい、まずなんで始めようと思ったかっていうことなんですけど、まあ、元々中学校高校学生時代から、まあ、日本一周世界一周したいっていう気持ちが、なるほど、やっぱりあった。モルゲンさんと同じような、はい、僕も高校の頃だと思うんですけどその理由とかあるんですか。理由ですか、はい、理由はないんですよ。ない理由はなく、ただ日本一周世界一周したいっていう。あ、いいですね。でもただもう夢のようにずっと思いついてるだけで。なるほど。でもある時やっぱなんですかね、この、年を重ねていくにつれてやっぱ現実味が増してくるわけですよ。これできるぞと。できるぞ。これいけるなと。なるほど。なるほど、なるほど。はい。この前までは、将来、例えば子供が将来、なんだろう、この何々やりたい、パティシエになりたいとか、そういった本当に憧れで言っていた、漠然としたね、漠然としたものが、結構現実味を帯びてきて、あ、これいけるんじゃねっていうふうに思い始めて。クリエイターさん、多分珍しいタイプやっぱ、そっちに行くの。なんかみんな逆に、あ、このままじゃいかんと思って動き出すタイプとかが多い中、はい、いけるぞと思ったんですね。でも実はあれなんですよ、僕もそっちタイプなんですよ。同じですね、これ余裕じゃねえと思って僕も日本一周して、なんか原付バイク初めて、免許取った人って、わ、どこでも行けるわみたいなって思うじゃないですか。はいはいはい、で僕は初めて思ったんですよ、あ、これマジでどこでも行けるわと思ってから日本一周し終わった後、あれ、これ世界でも余裕じゃねえと思って、そっちを今目指してるんですけど。ああ、いいっすね。僕も結構そっちタイプなんで。似てる、似てますね、そこら辺は。そうですね。だからなんかその、でもせっかく日本とか世界回るんだったら、はい、やっぱ各地に友達いた方が面白いじゃんって。確かに。なって、はい、でもやっぱり人とつながるにはきっかけが必要だよなっていうところで、じゃあもうこの活動をしようっていうことで。なるほど、なるほど、なるほど。っていうと、じゃあまあなんか、10円うんぬんというよりも人と会うための10円というか。そうです。ぶっちゃけただでもいいけれども、まあ一応10円というなんかきっかけがあった方が。そうです、そうです。形に残るんで。それめちゃくちゃ頭いいですね。超楽しいですね。だから自分の人生の目標が点があるから、そこにどうやって向かうかっていうプロセスの一部みたいな感じなんですね。はい、はい、そうです。めちゃくちゃ頭いいじゃないですか。なるほどね。でも、その活動するにあたって、やっぱ、はい、いろいろこう準備とかしてきたと思うんですけども、うんうん、なんかお仕事とかどうしてたんですか。はい、仕事は、2020年の3月までは役所の職員として働いていて、なんと公務員というそう、つまり公務員辞めて旅をしているということなんですよね。はい、はい、今年齢は言っていいですか。はい、今年30です。今年30ですよね。はい、今年30だから僕が 3つ上です。だから僕の、ああ、そうです、そうですね結構でも30で、はい、どうですか、不安とかなかったんですか。結構僕のところにも、うん、はい、仕事辞めたいですって公務員の方からめちゃくちゃ僕メッセージいただいて、あ、はいはい、まあ、辞めたいけどなかなか辞めれないです、うん、辞めた後がちょっと不安だからみたいないうのあるんですけど、うん、
辞めちゃったんですね。そうですね、不安は特に僕は持っていなくて、なんならこの現状維持が不安っていう感じだったんで僕は。ああ、なるほど。そうですね、なるほどなるほど。なんか変わりのない、そうです、うん、特に公務員なんていうのは、なんていうのとは言っちゃいかんけど僕もまた僕も公務員やから言っていいけど、はいはい、やっぱ公務員なんていうのはね、変わりのないっていうものを守るみたいなことが仕事じゃないですか。確かに。そうですね、なのでこのやっぱり僕は毎回変化が欲しかったりとか、うんうんうん、例えば昨日より今日何々ができるようになったとか、うんうん、例えば去年に比べてこれができるようになったって言ったりとか、うんうんうん、こういったつながり増えたとか、うんうん、そういったなんですかね、この変化っていうのは僕すごい大好きで。なるほど。でやっぱり公務員って結構安定だっていうふうに言われてるじゃないですか。一番安定ですよね。そうですね。でも僕の中での安定っていうのは選択肢の多さだったんですよ。何が安定かっていう、なるほど、僕は選択肢の多さっていうのが安定だと。なるほど。ってなった時に公務員っていう仕事をしている時に僕の人生の選択肢は増えるのだろうか、例えば出会う人が増えるのかどうか、できることが増えるのかどうか、うん、でいろんなことを考えた時に僕は選択肢を広げる場では、 僕にとっては選択肢を増える場ではないなと思ったので、うん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 、僕はこの活動にもシフトして。なるほど。さっきその公務員が選択肢が増えるのかどうかっていう話があったんですけど、うん、むしろ減る方ですもんね僕らの。あ、そうそう、公務員って、ね、例えばじゃあ公安系、うん、警察官、消防、自衛隊とかあったら、うん、県外に行くのでも届け出が必要だったりとか、うん、それとは、はいはい、役所とかそういうのない。そう、ありますね。ありますよね。からむしろ狭まりますもんね、うん、やっちゃいけないことも、副業もダメですしもちろん、うん、確かに。でもまあ安定しているっていうところですもんね。そうですね。まあ、でもみんなそこに安住して、それがいいのか悪いのか分かんないけど、僕も実はそれが耐えられなくて、これでいいのかと思って辞めたっていうところもあるので、その気持ちはすごい分かるけれども、これを見てる人からすると確かにそれは分かるって、みんな気持ちは、はいはい、でもなんかなかなか辞めれないじゃないかみたいな。どうでした、その辞める時とか、なんかこう後ろめたさじゃないけど、はい、スパッと辞めれました。そうですね、一応まあもちろん割と一般的に言われてる人よりはスパッと辞めれた方だと思うんですけれども、やはりなんですかね、この周りの公務員に対する思いってめちゃくちゃ良かったりして、うんうんうん、そういう話をよく聞いていたんで、うわーちょっと大丈夫なのかなっていう決断力っていうのはもちろん必要でしたね、そこで。なるほど。なんか止められたりとかしなかったんですか。わ、ありました。ありますよね。親、友達。なんか どうでした、なんて言いました、そういうのに。いやでも僕は強引に押し切るようなことはしなくて、はいはいはい、もうこれからこういった時代になって、うん、でこういった能力が必要 で本当の安定とはこういったものでっていうところをちゃんと本当4時間ぐらいかけて説明して、親とかに。そうそうそうです。そしたら逆に親も、あ、じゃあもうこっちの方がいいじゃんっていう。そうなっちゃったんですね。結構レアケースだと思いますよ。結構みんな周りから言われて、でも自分はこれやりたいから結構ちょっと押し切って進むっていうタイプで、結果良かったねって言われるタイプが多いんですけど、そのタイプは珍しいですよ。だいぶ珍しいと思います、ね、どうだろう、これ参考になるかな。そうですね、でもなんか根拠っていうのをちゃんと示してあげれば。あ、そうですね、うん、やっぱり親だったり友達とか、この公務員がめちゃめちゃいいよっていうのに、やっぱ根拠っていうのは本人なりにあるわけで、うん、その根拠っていうところまでしっかり切り詰めて話を聞いて、うん、でその根拠を聞いた上で自分が何かをやろうとしてることのに対する根拠というか、うんうんうん、そういったものもしっかり示してあげるっていうところでちゃんと整合性取れれば、おそらく納得というか、なるほど、してくれるんじゃないかなと。あとはもうなんかなんですかね、固定観念で話してまあそうですね、結構相手は結構固定観念の部分が結構、僕ら YouTuber とかもやっぱりその先入観で結構語られるところとかめちゃくちゃ多いし、なんかそういう、まあ話してくれればね分かるんですけども、でもそのさっき言ったちゃんと自分が持ってるものを話したら理解してくれて言ったんですけど、はい、確かに結構仕事辞めたいですとか、いろんな DM が僕のところに来るんですけど、結構やっぱその辞めた後何をしたいかっていうのが結構あやふやな人が結構多くて、でもなんだろう、本当にこれをもう人生かけてやりたいんだって思ったら、もう誰も何も言えなくなるもん。じゃあもうやりって言うしかなくなるから、そこら辺をしっかり話し合いができればいいのかなって思いますし、やっぱり僕の場合はもう本当の安定っていうのが選択肢の多さっていうところなので、それその名言ですよこれ。それめちゃくちゃ名言やと思います。安定、本当の安定は選択肢が多いこと、増やすこと、多いこと、選択肢が多いことだと思ってて、例えば人と
会う人が増えれば自分の選択肢も増えるだろうし。いやでもね、ちょっとじゃあその話いきますか。はい、このいろんなね、グニューさんは人とつながって、その人からまたその次の人につながるっていう風な旅をしてるんですけども、はい、さっき聞いたら、めちゃくちゃ有名な人とアポがもう あるらしくて、言っちゃっていいんですかね、これ。これまだまだまだ言わないですかですね、まだ、はい。まだ確定じゃないですね。そうそうそう。でもその過去、まあ福岡県民の人だったら分かるけど、かよさんの件は言ってるんですね。はいはいはい、かよさんとかとも、福岡に来て何日目ですか？福岡に来て6日目ですね。福岡に来て6日目で、山本かよさんと、に出会ってるんですよ。結構早くないですか？福岡行くとこ多分行っちゃうやろみたいな感じになってるから。で、しかもさっきね、ちょっと今まだ名前は出せないんですけど、まあもう本当に日本人なら誰でも知ってるような人とももうアポがあったりとかで、うん、そうなんですよ。つまり人と会うということは選択肢が増えるということ。そうですね。だから確かにもう公務員だと絶対に会えなかったような人たちじゃないですか、だって。なんか僕もなんか、なんだろう、新しい考え方、その考え方なかったなと思って今、うんうん、なんかこれからそのいろんな人に会った時にそういった考え方、こんな人がいたよっていうモデルになったんで今めちゃくちゃなんか巡ってます。それめちゃくちゃいいな。うん、そうですね、人がね、人を。そうですね、まあ、経験っていうのももちろん選択肢の増やすことにもつながりますし、はい、まあもちろん見るものでもそうだし、うん、まあ、いろんな仕事を知るっていうのも自分の選択肢が増えることにもつながりますし、うんうんうん、でもやっぱりどれにも共通していることって自分から動かないとやっぱりそれは巡り合えないっていうところなので。そうなんですよね、結局もう最初の一歩というか、ね、動き始めたらもう何だろう、感性でいけるじゃないですか、うん、でもやっぱその最初の一歩がみんななかなか。そうですね。からこういう動画を作って一人でも何かこう何だろう、ドンピシャにハマる人っていないかもしれないけど、何かこう、この動画が多分1時間やったとしたら、1時間のうちの一フレーズでもいいから何かこう掴めるものがあればいいなと思って撮ってるんで。何でしょうね、この動き出せないっていう原因が一番多いのっていうのは。実は僕も何だろう、すぐ動けるタイプなんで、実はそういった相談が来るけど、動けばいいじゃんって思うんですよ。オーストラリア行きたいんですけど、どうしたらいいですかって DM。 いや、行けばいいやんって僕思っちゃうタイプなんですよ。失敗とか、なんかあれです、失敗というか、いや多分あれなんですよね、みんなが思ってるのはその後が不安っていう、全てが終わった後が多分不安っていうことなんですけど、でも逆に言うと 100% 安心しているのは多分いないですからね、この世に。だ、僕だって今 YouTube でもしかしたら成功してる方かもしれないですけど、で多分皆さんから見たらいいなって思われてる、うんうん、隣の畑的な、はいはいはい、芝みたいな感じで思われてるかもしれないけど、いやだいぶ不安ですからね、僕も。明日どうなるか分かんないし、 でも明日どうなるか分かんないからこそ、うん、頑張らなきゃいけないし、うんうんうん、まあ、YouTube じゃないとこでもこうお仕事いただけるように頑張ったりとかするから、なんだろう、別に辞めたところで、その辞めて何かするじゃないですか、例えば旅をしたとして、その旅が終えたとしても、うん、その旅で得たものを使ってまた何かができると思うから。そうですね、まずはやってみるのが大事だと思うんですけど、みんなそれ頭の中で分かってると思うんですよね、はいはいはい、なかなかでもね、みんな一歩ね踏み出せない人も多くいる、うんうん、そうですね、僕らはちょっとおかしい方だと思うんですよ。僕もあ行こうと思ったらすぐ行っちゃうから、はいはいはい、うん、やっぱ共通してるのは安定が欲しいっていうところなんですかね。このでも僕らは逆ですからね、その、うんうんうん、安定を、安定と言われてる職業ではない、うん、選択をしたから、うんうん、多分あれだと思うんですよ、職業で安定っていうのは僕は一切ないと思っていて。なるほど。安定は職業、そうですね、職業に安定は一切ないと、うん、例えばこの公務員って安定だって言われてると思うんですけど、うん、僕の働いていた公務員だと、うん、なんですかね、この病んで休んでる人なんてたくさんいましたし、あ、果たしてそれが安定なのか。なるほど。職業に身を置くことで安定って言える職業っていうのは果たしてあるのかどうかって考えたら、なるほど、僕は職業に安定はないなっていう結論にたどり着いて。なるほど、なるほど、なるほど。だったら例えば病んだとしても、うん、この病んでる間、家にいてても収入が入ってくるだったりとか、うんうん、何かこの自分の別の収入口を作っていればそれで生活できるわけじゃないですか、うんうん、仕事に行かなかったとしても、うん、なのでこの収入口を増やす、要は収入の選択肢を増やすっていう。あ、またそこの選択肢が増えるんや、すげえ。考え方だけじゃなくて収入の選択肢を増やす、あとは働き方の選択肢を増やす、例えばこの個人事業主として働ける、いつでも個人事業主として働ける何か能力を身につけるだったりとか、うんうんうん、あとはそれじゃなくても、例えば国家資格1個、私業と言われる、例えばね、この、行政書士だったり、司法書士だったり、こういった私業っていう資格を持っていれば、おそらく40歳と
とか過ぎて採用されるってことも全然普通にありえるわけで、はい、だったらこっち持ってたらまあ好きなことして40歳とかなっても安定だよね、うん、だったりとか、うん、なんですかね、この働き方の選択肢を増やす、収入源の選択肢を増やす、すげえ、そのあんまりなんだろうその考え方なかったです。そうですね、多分、うん、言葉にして言われるとすげえ入ってくる、なんか もんやりとは多分あったかもしれないですけど、うん、それを言ったら僕もだいぶ安定志向なのかなっていう気がしますけどね。なるほどねなるほどなるほど、選択肢を増やすことが安定だから。そうです、安定志向、そうです、だからたくさんの人にも会うし、だから逆に言ってたらそうやって悩んでる人は、はい、逆に安定ではないってことなの。働きながらでも人と会うことはできるわけじゃないですか、はい、人と会うことも、なんなら僕なんて今6日間で福岡で何名の人だったか分かんないですよ、姿が分かんないんで、例えばそのぐらいの休みを長期で取れる、例えばゴールデンウィークとかそういう取れたとしたら、はい、この期間その出会う旅に出たとしたら、このぐらいの人と会える可能性があるわけで、はい、その選択肢を増やすことにもつながるわけじゃないですか、はい、だったら今の仕事をしながらでもそれができるだったりとか。そうですね、だってそうですね、僕もまあ多分これ言っていいんですけど、今その本田さんとかと仕事してるんですけど、うん、そこもやっぱりつないでつながってつながったみたいな感じなんで、うんうんうん、何も家にこもってたり、その警察官やったら絶対につながってなかったところやから、うんうん、外に出ていろんな人に会っていろんな経験をしていろんな景色見ると逆に安定するっていう考え方、うん、なんかのパラドックスとかで言えそうですけどね、この現象確かに言われてみればそうですもんね。すごい考え方やな、うん、なんか今までいろんな人に会ってきたけど、なんだあすごい分かりますみたいな感じの会話が多かったけど、うん、今逆になんかわそんな、なんか圧倒されてますもんねそんな考え方があったんやと思ってということで、まあ、10円をいただきながらこんな面白いことをしている国優さんなんですけど、どうぞこの旅の先にあるってゴールってどんな感じなんですか。まずそもそもこの旅のゴールって 何なんですかね。そうですね、まあ、この旅のゴールとしてはやっぱりこの全国、うんに、まあ、友達を作るというか、うん、つながりを作っていきたいなっていう思いっていうのはもちろんあるんですけれども、はいはい、やっぱり僕は日本一周を、2周やろうと思っていて、おで、2周目が本番なんですよね。なるほど。で1周目はその2周目に備えている企画の準備という形でもあるんですよ。なるほど。今回の1周目っていうのが、で2周目にやろうとしていることっていうのが、まあ、キッチンカーで全国を走る子ども食堂っていうもの。キッチンカーで走る全国子ども食堂。はい、キッチンカーで全国を走る子ども食堂で、まあ、子ども食堂ってなんですかね、この、ご飯を満足に食べれない子どもにご飯を提供したりだったりとか、うん、まあ、無料もしくは安くで提供したりだったりとかっていう、うん、そういった施設になるんですけれども、はい、それの移動式のキッチンカーで行うっていう感じですかね。なるほど。そのためのその、まあ、友人作りとか。そうですね、その時にやっぱり全国回る形になるんで、僕一人だけだと絶対にこの企画って進まないし、やっぱりできるだけ多くの人を巻き込みたいなっていう思いがあるんで、なるほど、例えばこの、ね、活動になんか少しでもワクワクしてくれる方が全国にいたりだったりとか、なるほど、一緒にやりたいっていうなんかそういった仲間ができたらいいなっていう思いで、なるほど、旅をしてるっていうのはあります、ね、の一周目ですね今。そうです、一周目です。すーげーな、なんかその国生さんは、はい、まあ、僕もそのタイプとかそうだって自分で思ってるんですけど、なんか周期的に点を置くじゃないですか。はいはいはい。でそこに向かってどうするかって進むじゃないですか、うん、僕も結構そうで、世界一周っていう点を置いてるから、そこに向けてどうするかって決めていくから、うん、正直楽やなって思ってるんですけど、うん、結構そのタイプやと思うんですよ、はいはい、結構目標があってそのためには何をすればいいかって計画しながらやっていくんですけれども、うん、でもなんだろう、僕としてはそうした方が人生めちゃくちゃ楽じゃんって思うんですよ、はいはい、なかなかね結構できる人少ないらしいですよ。うーん、けど、なるほど、すげえと思います。いやー、そうですかね。いやでもなんでそのキッチンカーなんですかね。やっぱりこの僕の、まあ、僕の頭の中で考えた時に、はい、このキッチンカー全国を走る子ども食堂っていうのがより多くの人を巻き込めるっていう、うん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 、巻き込める、より多くの人を巻き込めるコンテンツを組み込めるのがそれでした。なるほど、なるほどですね。例えばこのキッチンカーで料理するのは今回僕ではないっていう予定ですちょっとどういうことですかキッチンカーで行けるんですけど、できるだけ多くの人を巻き込みたいっていうところなんで、はい、例えばこのキッチンカーで料理する人は現地で集めたい。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、主婦の方だったり、うん、専門学生の方だったり、なるほど、あとはこのなんですかね、まあ、シェフの方だったりとか、うんうんうん、まあ、誰かしらこの、ね、この活動を一緒にやっていきたいっていう人がいたら、その人たちを巻き込んで料理もしていきたいですし、めちゃくちゃ面白そうですねで料理とか、あの食材も現地調達なんですけど、
食材もこの集める食材はくず野菜だったりとか、はいはいはい、食材の使わない部分っていうところにして食品ロスとかにアプローチしようかなと。なるほどなるほどなるほど。そしたらその食品ロスについて全国で動いてる人たちっていうのも協力してくれるんじゃないかなっていう。なるほどなるほど。思っていて、でそしたらそこもまた巻き込めるじゃないですか、いろんな人を、うんうんうん、であとはキッチンカーの横にステージを準備しようと思ってるんですけれども、はい、このステージで各地でパフォーマンスをしてくれる方今探してるんですよね、これ全国渡り自分じゃないですねそうですマジシャンだったり、はいはい、歌手だったり、まあ、書道家だったり、それめちゃくちゃそうですね、それは国有さんにとってもメリットがあるし、そういったパフォーマンスをされてる方にとってもメリットがある。そうですそうです。で見る人も楽しいっていう、もうみんなウィンウィン、そうそうそうウィンウィンウィンじゃないですか。そうですね。でもやっぱそのためにはこの人たちがここで料理したい、ここでパフォーマンスしたいとか思ってもらえるためには、やっぱりこのキッチンカーをできるだけ宣伝の場にできたらいいなと思って、その人たちのってなってくると、やっぱりこの1周目で、自分もある程度全国の方で認知度を広めていかなきゃいけないなっていう思いがありますね。この動画でいきましょう。いやーめちゃくちゃ面白いし、面白いと思う。なんかそのためにね、全国放送とか出るのが目標とか。そうですね、この1週目で出れたらいいなーって思ったりしていて。と、なんかクラウドファンディングもそうですね、するらしくて、キッチンカーに関してはクラウドファンディングで作ろうと思っていて、うんうん、まあ、1週目終わった後にクラウドファンディングを立ち上げようかっていう、予定ではあるんですけれども、はい、おそらくまあ5、600万ぐらいですかね、かかるんですが、うん、そのうちのまあ、400万ぐらいをクラウドファンディングで集めると。なるほど。でただ残り200万円に関しては、まあ、自分もやっぱり自分の本気度っていうのは見せるべきだと思うんで、うんうんうん、自分で貯金箱を持ちながら、うん、自分で100万円を足で自分の足で100万円の募金を集めるっていう企画も同時にスタートしようかなと。ただやっぱりこの、はいはい、質問です、はい、その募金、はい、一口最大いくらまでですか？そうですね、もうこれは本当にもう僕の今の活動にちなんで、やっぱり10円までですね。1人10円までの募金、ね、本気で言ってます？いや、これ本気ですよ。つまり何をやってるかというと、10円を10万人から集めて100万円にしようってしてるそうそうっていうことですけど。そうですね、本気で言ってます？そうです、そうです。もうクラウドファンディングと同時にそれをスタートさせて10万人から10円の募金をってなってくると、はい、僕は10万人と直接会う必要があるわけですよ。10万人ですよ。10万人。10万人。僕今チャンネル登録で10万5000人ですよ。あ、全員会いに行きましょうか。チャンネル登録者全員。マジで本気言ってますそれ。そうそうそう、本気ですこれは。なんかその10円っていう縛りがなければ、はい、100万円っていう数字はいけると思うんですよね、時間をかければ。はいはい、10円ですからね、マックス。それはでも、じゃあ僕が100円払いたい、1000円払いたいって人いてもダメなんですか？はい、そうです、ダメです。僕がもらうのはもう10円まで。で、もうそれ以上の金額を私に来ようとする人に対しては、僕が出会う人が少なくなっちゃうと。これを受け取ることによって。ないんや、その素晴らしい考え方は。たくさんの人と出会いたい。僕はオンラインじゃなくて、オフラインにやっぱこだわってる部分があって。そうです。なので、そうですね、1000円もらったら99人と会えなくなる？そうですね。いや、その考え方はすごすぎる。そんな変態じゃないですか。その考え方すごすぎる。かっけえそれ。超面白いそうだなと思って。いや、めっちゃ面白いです。うん、じゃあもう、僕は、いやらしい人なんで、一人1000円にして、1000万円でいいじゃんと思ったよ。ああ、はいはいはい。そっちもまあ、ね、でもな、うん、さっきね、聞いた話では、10円やとね、はい、ちっちゃい子供とかでも。そう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 。そうなんです、来てくれるから。なんかさっきご飯食べてて話したのが、その自分で、うん、まあ、貯めた10円、はい、小学生とかですか、はい、が今お願い事はね、聞いてる活動してるから、はい、その頼みをしに来てくれた、依頼をしに来てくれたっていう話を聞いて、うん、はい、確かに1000円だと小学生とは繋がれないですもんね。うん、そうですね。めちゃくちゃいい人じゃないですか。やっぱりこの子ども食堂って、小学生の子どもとかは結構多かったりするんで、やっぱり小学生の子供で満足にご飯食べれないって言われたりすると、うん、でそういった時に同じ小学生の子供がここに10円を入れることによって、その人も一緒に作り上げるキッチンカーみたいな感じになってくれるんで、小学生の子も参加型にできる。なるほど。その金額がやっぱ10円かなと。小学1年生でも参加できるっていうところがいいかなと。今参加型っておっしゃったじゃないですかね、はい、結構参加型ってもう結構最近のトレンドやと思うんですよね。みんなが参加できるとか、その人たちも一緒にやってるような雰囲気を作るって結構どの、まあ、ビジネス的にも取り入れられてると思うんですけども、はい、小学生でも参加できるって今言ったのすげえと思って、うん、僕もいろんな仕事やってて、いろんなその社長さんとかいろんなその方と会ってきて、はいはい、まあ、参加型ってもうみんな言ってるんですよね、うん、もうただ見るだけとか食べるだけじゃなくて、一切作ってとか、うん、
参加して消費するみたいなサービスが流行ってるんですけど、小学生でもできるっていうのは新しい。そうですね、もうジャンルを問わずやっぱりそれも考えた上で子ども食堂っていうところがコンテンツとして一番いいなと思って。なるほどね。クラウドファンディングやります。僕も募金しま、募金で支援します。 ありがとうございます。いやてかね、400万多分すぐ集まるでしょ。どうですかね。だって今から10万人会うのに、うちの1人1万円だったとしても、はい、400人で終わっちゃうから、そうですね、1億ぐらい集まるんじゃないですか。いやいや集まったらめっちゃ面白いですけどね。集まったらめっちゃ面白いそれ。集まれそうですけどね。でもああどうなんですかね、うん、僕も初めてのことなんで全くどうなるか分かんないんですけど、まあまあみんなで楽しくね、出会う人たち、そして僕自身も楽しくやっていけたらいいなって思いますね。この動画結構クニューさんのこれから活躍するクニューさんだと思うんですけども、うんうん、結構まだ初期の頃じゃないですか、はい、今って、はい、よかった声かけてって思って。いや僕も嬉しいですよそれは。これクニューさんがその最初に何、ね、表に出るっていうか、うん、動画になるかもしれないから。そうですね、よっしゃ最初の一人になれた。そうですね、このどこまで実現できるか、できるか分かんないんですけど、しましょう。そうですね、今のところはもう実現できない未来っていうのが想像できないんで。いや僕って全く一緒です。僕もいやできるやろうと思って。なんかできない、できないっていうかしない理由がないから、はいはいはい、まあ、今ちょっと僕コロナとかでいろいろあるけれども、はい、僕もでもなんかそっちタイプなんですごい気持ち分かります。いやー多分同じような感じがします。結局何かやってうまくいかなかったとしても、これじゃうまくいかなかったって情報が手に入るだけなんで、結局どんどん選択肢削られていって最終的に続けているやつがなんか達成しちゃうみたいな。そうですよ、僕 YouTuber、はい、あの集まり開催してるって言ったじゃないですかね、うん、リストを作ってるんですよ、うん、150組300人ぐらいのリストなんですけど、はいはい、まあ、上から順にその知り合って古い人、下の方が新しい人なんですけど、うん、色分けしてるんですよ。今も続いてる人は黄色とかで、うん、辞めていった人は青になってるんですけど、上の方がやっぱ青なんですよ、ね、ガーって辞めていっちゃってるんですよ。でも上の方にある黄色い人、うん、つまり昔から知り合ってて今も続けてる人ってみんな伸びてるんですよ。からやっぱなんだろう、継続は力なりとか言うけれども、はい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 、やることって大丈夫。 YouTube ってやっぱ結構博打的な、まあ博打じゃないと思うけど、うん、そういった面もあると思うけど、やっぱ考えたりそのなんだろうして行動してる人、うんうん、でも逆になんだろう、最初から YouTube 自分はこんなスタイルで行くんだって自分を決めちゃってる人って伸びないんですよ、うんうん、じゃなくてなんかもうそれこそ選択肢を増やす、自分はまだよくわかんないからとりあえずいろんなことやってみようみたいな、うんうん、で自分に合ったものを見つけた人とかがグワンと伸びてるんで、うんうん、やっぱりそうなんだろう、今までの話に通ずるものもあると思うんですけど、どんなことでもあんまりこう自分をこう決めすぎないというか、うん、これしかないって思わないで、まずはいろんなことをやってみるっていうのが、うん、まあ、成功かどうかわかんないけど、まあ、ある意味成功の近道なのかなと思って、うん、ってことで、10円でいろいろと依頼事を受けたま、うん、受けたまっているそうなんですけども、今までなんかどんな依頼があったんですか。まあ、本当に多種多様にわたるので、はい、話し相手になってほしいだったりとか、あとはもう引っ越しの手伝いだったりとか。引っ越しの手伝い10円にしてくれるんですか。めっちゃ安上がりじゃないですか。価格競争では多分買ってると思う。大赤字ですか。そうそうそう、あとそうですね、まあでも自分筋トレずっと続けてるんで、まあ、筋トレの指導だったりとか、はい、なんかまあいろいろ多岐にわたる感じです、ね、そうですね結構いろいろ渡ってますね。ちなみに今回僕は撮影出演してくださいという依頼なので。いやありがとうございます。なんか一番こう思い出に残ってる依頼みたいな、いやありますよ、お思い出に残ってる依頼何ですか何ですか。そうですね、こう地元の新聞にもこの依頼を全面的に出させてもらってるんですけども、沖縄、沖縄の、沖縄の、そうですね、はいはい、小学1年生からの依頼だったんですよ。ほう。でこの依頼っていうのが、まあ、その小学1年生が小学校上がって初めて部活というものに入ると、うんうんうん、それがもうハンドボールだったっていうところ で、はいはいはい、で僕も小中高大一般とずっとハンドボールを続けてきている意味ではあるので、はい、その子の親から連絡があって、あの子供があのキャッチボールしてほしいと言ってるよっていう依頼が。めっちゃいい話じゃないですかそれ。そうですね、もう本当にすごい僕も嬉しくて、で、まあ、公園でキャッチボールして、まあ、依頼終わったんですけれども、まあ、もちろんその子供からねこの10円っていう形で受け取りはしたんですが、その10円がその子供がね、うん、あの親からただもらった10円ということではなくて、うん、自分でお風呂掃除とか、食器洗いとか家の家事をして自分で貯めた10円を僕に渡してくれたっていうこのストーリーが僕はすごい大好きです。
めちゃくちゃいい話じゃないですかそれ。最高なんですよ。どこ行っても通じる。もう一生の鉄板ネタじゃないですか。僕なかなかね、こんな活動してますけどなかなかねですからね、そういう一生の鉄板ネタみたいな。そうですね。うわめっちゃいいなそれ。本当にいいんですよね。それめっちゃなんかだから。なるほどね。これから47都道府県回ると思うんですけど、はい、インスタグラムですよね。ああ、インスタグラム、ツイッターの方、そうですね。こう、インスタグラム見てもらったら分かるんですけど、くにゅうさんの。めちゃくちゃおしゃれなんですよ。めちゃくちゃおしゃれで、分かりやすいんですよね、あれ。から、インスタグラム見てくれたら、どんな内容があったとか、今どこにいるとか、ね、めちゃくちゃ更新してるんで、はい、すぐ分かると思うんで、なんか、なんだろうな、引っ越しの手伝いでもいいし、はい、子供に勉強みたいな、なんか勉強とか筋トレでもいい、何でもいいから、なんか日本、これから日本全国、だってまあ福岡が言うたら一つ目ですもんね、こっち沖縄から福岡来て、これから全部回るから、そうですそうです、みんなにチャンスあるから、そうですそうですそうです、やべえぞこれは、大変ですね。そうですね。から皆さんぜひくにゅうさんのインスタグラム貼っておくので。絶対見た方がいいですこれは。いやもうぜひぜひ絶対見た方がいいですこれは。貼っておきます。よしということで。ありがとうございました。最後にくにゅうさんに、ま、動画を見てる人たちに向けて何かメッセージというか伝えたいことがあればお聞きしたいんですけれども、何かありますでしょうか。はい、そうですね、まあ、僕が言えることとしてはなんでしょうね、この多分何か動き出すときに考えちゃう人とかっていると思うんですよね。このうまくいかなかったらどうしようとか、これって本当にうまくいくんだろうかとか、まあでも正直そんなのは分からないっていうのもあるし、あとやった結果もしうまくいかなかったとしても、それはこの方法ではうまくいかないっていう情報が手に入るっていうことなんで、多分次のアクションが絞られてくるんですよね。これじゃできないってことは、じゃあ次どうしようかっていうことの繰り返しをしていけば、おそらく成功率ってめちゃくちゃ上がると思うし、多分思い描いてる未来って絶対実現できると思うんですよ。なのでとりあえず何かしらチャレンジしてみる、まず動き出してみるっていうところは僕はやっぱ一番大事にしていて、でその理由としては自分の、選択する、行動っていうのが明確に見えてきやすいからっていうところですかね。まあ多分なのでみんな成功してる人とかうまくいってる人ってそれを徹底してるんじゃないかなって思うんで、僕もね今まだ模索中なんですけど、みんなと一緒にね、みんなに支えられながら頑張っていきたいと思っているんで、今から動き出そうと思ってる人たち、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。大丈夫ですかこれで。ということで、いやありがとうございました。いやマジめちゃくちゃいい話が聞けました。なんか今まで僕いろんな人と会ってきたんですけども、まあ彼らの話ももちろん面白いけれども、なんだろう、共感できる部分が多いなっていう感じだったんですよ今までの人たちって。でも国吉さんの場合は、もうなんか圧倒されてました僕。そんな考え方があったんやと思って、いやでもなんか僕いろんなその考え方とかを手帳に結構記してるんですよ、参考になったなと思うの。いやマジこれ僕動画見直してめっちゃ多分書き倒すと思います。いやマジありがとうございました。いやありがとうございます。ちょっとアイスでも食べに行きますか。はい、行きましょう。暑いっすね今日でもね。行きましょう行きましょう。じゃあありがとうございました。くにゅうさんです。ありがとうございます。ごめんなさい、もう一回いいっすか。いいっすよ。てことでありがとうございました。くにゅうさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、OK です。いやありがとうございます。これ、どうやって作ったんですか。これは沖縄の木工職人の方が、この活動のプレゼント、活動を応援しているということでプレゼントしてくれたマジですが、しかもこれね、さっき気づいたけどこれ貯金箱だよ、これちゃんと。そう、貯金箱めちゃくちゃすごい、これそう、これに10円もらってます。ここに10円売ればいいんですね。はい、そうです。で今回の出演料10円でいいんですか。はい、本当に10円お願いします。ありがとうございます。はい、入れます。いやありがとうございます。ありがとうございます。112人目ですね。ああ112人目。いい日いい日ですね。いい日ですね。